嘉永7年1月16日、西暦にして1854年2月13日、前年来航した際に幕府に言い渡した外国の要求の答えを聞くために、マシュー・ペリー率いる艦隊が浦賀に来航しました。いわゆる黒船来航の後半戦です。この時初めて将軍への献上品として日本に鉄道が敷かれました。敷かれたレールは一周110メートル、機関550ミリ、遊園地のトーマス系遊具と軽便鉄道の中間程度の規模でした。しかしながら、速力は時速30キロ以上とまあまあなもので、初めて鉄道というものを見た幕府の官僚の一人、川田八之助はこの奇妙なくるくる回るからくりに興味津々、子供ならなんとか中に乗れるかも、レベルの大きさの客車に無理を言って屋根にまたがって乗らせてもらい、ビシッと姿勢を正してくるくる回りました。この時の感想を彼は日記にこんな風に書いています。火を焚いて機械が動き、筒は煙を吐き、車輪が回って飛ぶように速い。またペリーはこのシュール極まりない情景を非常に滑稽だったと記しています。それから日本はアメリカに半ば叩き起こされる形で、250年の鎖国の眠りから覚め、国際社会の激流に巻き込まれていきます。19世紀中頃、それは欧米列強による帝国主義と植民地の時代、武力を持たないアフリカやアジアの国は次々に侵略され、植民地にされていました。日本は基本的な資本主義のシステムなど、近代国家の社会の原型こそ存在していましたが、蒸気機関をはじめとする科学技術については何も持っておらず、侵略される側の立場にありました。これまずいということで、日本全国で急速な近代化や改革の流れが起き、その過程で江戸幕府は消滅、新政府が誕生し、時代は明治へ移ります。明治に入ってからはとにかく欧米諸国の真似をして富国強兵をテーマに国を発展させました。1872年6月12日、品川横浜間24キロでついに日本初の鉄道が仮開業します。翌々年には大阪神戸間、その3年後には京都駅まで延伸、ついで北海道と岩手で石炭用の鉄道が開業します。しかし当時の日本政府は貧乏政府、巨額の資金を必要とする鉄道の敷設が全くはかどらず、最初の鉄道開業から10年近く経っても路線延長はたったの120キロでした。この状況を良しとしない男がここに2人、1人は岩倉智美、岩倉使節団のボスとして欧米を訪問し、そこで鉄道が密に敷かれているのを見、そして実際に乗車して鉄道の利便性有用性を肌で感じていたので、真の富国には鉄道が不可欠であることを知っていました。もう1人は高島嘉右衛門、日本初の鉄道の敷設工事の横浜港埋め立てを担当した人間です。彼は青森東京間の鉄道敷設を政府に進言しました。東京から離れた僻地ではあるものの、資源の宝庫であり、北方の守りの要、北海道への通り道となる東北にこそ鉄道は必要である、そう考えていました。しかし答えはノー、政府には鉄道を敷けるだけの金はもうない、こう言われて却下されてしまいました。そこで彼は家族が溜め込んでいる財産に目をつけ、これを鉄道建設に利用するために家族の元締め岩倉智美の元を訪れます。そして1881年2月、岩倉は首相発起人として日本で初めての私鉄会社の起業を宣言します。その会社の名は日本鉄道、後に東北本線、常磐線、高崎線、山手線と呼ばれるようになる路線を敷設し、上野、新宿、青森といった著名な駅を最初に築いた鉄道会社で、最盛期の路線延長は1376キロ、南海を取り込んでいた太平洋戦争末期の頃の近鉄の営業距離639キロの2倍を軽く上回り、1万を数える従業員を保有した日本史上初にして最大の私鉄会社となりました。今回からそんな原点にして頂点の日本鉄道の解説を行っていきます。高島嘉右衛門は横浜の実業家、彼は自身が経営する旅館に出入りする要人から鉄道の話を聞かされており、鉄道というものに甚だ興味を抱いていました。1870年には大隈重信と伊藤博文の元を訪れ、東京と開港場である横浜間の鉄道建設は絶対にやるべきと提言します。後日大隈の方からリプライがあり、今はもう消えてしまった現在の横浜駅前あたりの位置にあった袖ヶ浦という遠浅の湾をショートカットするための築堤工事を担当することになりました。後に彼の功績を称え、その築堤の上の町は高島町と名付けられました。続く1871年、高島は青森東京間の線路敷設を政府に提言します。当時から東北は農林水産業が盛んでした。しかしながら物流は水運か人力に頼りっきりなため、せっかく資源が豊富にあるのに、それを効率よく都心部へ運ぶことができず、この時代のテーマだった富国強兵にブレーキをかけていました。さらに北方には何か企んでるロシア帝国の姿がありました。ロシアとの間で有事が起きた際、頼りになるのは北海道。しかし当時の北海道は僻地どころか未開の地というわけで、
これを開拓するために開拓士が置かれていたわけですが、もし東北を縦断する鉄路ができたなら、これまでの水運よりも早く安全に人員や物資、戦時なら兵や兵糧を北海道に送り込むことができます。よって東北に鉄道を敷かない理由はない、こう主張しました。しかしこの時代の政府は金欠に悩まされていました。この時点で計画していた東京横浜間、東京京都間、京阪神エリア、鶴田と琵琶湖湖畔、この4路線以外に鉄道を敷設するだけの財力はない、ましてや東京青森間の800キロなんてと高島の主張を退けます。ちなみに高島の他にも京都の医者や外務省も東北への鉄道敷設を提言しています。ないものは仕方ない、しかし青森まで続く鉄道は絶対に必要、そう考えた高島は知恵を振り絞ります。足らぬ足らぬは知恵が足らぬ、皆さんの大部分が嫌いそうなこの言葉ですけど、自分自身に向かって言うなら大変いい言葉だと思います。知恵を振り絞った結果、彼は家禄に目をつけます。江戸時代までの武士は自分の家臣から禄というお給料を支給されていました。しかし幕府が消滅して時代が変わると武士は一斉に失職してしまいます。そこで失職した彼らの救済をするために作られた制度が家禄です。生活保護に近い感じですかね。家禄は当時の政府支出の4割弱を占めており、非常に重荷になっていました。この家禄を政府が借金として借りて、言い方を変えるなら家禄受給者に鉄道事業へ投資させて、開業後は出資した額に応じて利益を分配するという形で返済するという妙案を思いつきます。まあつまり株ですね。これ実は一石二鳥になっていまして、この家禄を受け取っている元武士たちはろくに働かないくせして金だけ受け取って政府財政を圧迫してるとして非難の対象にもなっていました。しかしこの家禄を借りて鉄道事業につぎ込むというスタイルを確立すれば、家禄を政府に貸している武士たちは鉄道への投資投資家という形でちゃんと働いているということになるので、今までのように石をぶつけられなくなるというメリットも得られるのです。1872年、早速この明暗を政府に持ち込みます。すると鉄道建設担当の工部省から貸族の家禄の動向については岩倉さんに聞いてくれと突っぱねられました。岩倉智美は家族全体の監督役をしている、いわば家族の大ボスとも言える存在です。1871年末からおよそ2年にわたって岩倉使節団のリーダーとして訪米し、1873年9月に帰国。高島が岩倉の元を訪れたのはその直後のことでした。岩倉もまた高島と同じようなことを考えていました。1872年10月、ロンドンにて岩倉とその弟子みたいなポジションの元徳島藩主八塚持明と元佐賀藩主鍋島直弘と3人で開いた会談で、鉄道の重要性を改めて確認し、家族の財産を投じて東北に鉄道を建設するべきという結論に至っていたのです。岩倉と高島は意見が合致し、共に東北の鉄道建設への道を歩み始めます。1873年1月、この時までは鉄道は官設官営、国が作って国が運営するべきというのが原則として徹底されていました。しかし鉄道を建設したいけど政府にそんな財政の余裕がないというのは事実、できれば民間資本で鉄道を敷いてもらいたいなという本音もありました。ということで民間でも鉄道会社をやっていいよと官設官営の原則の看板を下ろすことにしました。これを待ち望んでいたように、同年3月、はるかロンドンにいる岩倉智美から刺激を受けた家族10名がとりあえず東京宇都宮夜間に民間資本で鉄道を敷設したいと政府に申請。1874年9月に政府より詳細を報告することという返事を得られたので、東京鉄道会社を立ち上げます。発起人代表は郵便で有名な前島密か、会計は日本資本主義の父渋沢栄一、工事担当は新橋横浜間の鉄道建設で実績のある高島嘉右衛門と、そうそうたるメンツが顔を揃えていました。しかしいざ行動に移そうとすると、福島まで延長してほしい、そんな大金出せるわけない、ピーピーパーパーになバラバラの意見を口にし始めて、なかなか前に進まず空中分解してしまいました。次に転機が訪れたのは1880年3月、政府が東京と群馬県高崎の間に敷設しようとしていた鉄道の計画が財政難を理由に頓挫してしまいます。高崎は養蚕の名所、当時の日本は生糸を主な輸出品にしていましたから、もし高崎から東京に至る線路を敷き、そして新橋から横浜に至る官営鉄道に乗り入れることができたなら、生糸の輸送をほぼ独占できるはず、儲からないわけがありません。これにより民間資本による鉄道建設の熱が再び湧き起こります。国立第15銀行の安場康和はこのチャンスを逃すまいと、東北各県の県令や内務省の松方正義に話をつけ、そして最後に家族のボス岩倉にこの話をして協力を要請し、賛同してもらいます。その後も安場は有力家族に話をして鉄道会社の資本金支出をお願いしました。1881年、岩倉の口からこの日本初となる私鉄の計画が同時に向けて語られます。計画は大きく4つに分けられていました。1つ目、東京から高崎に達する路線と、この中間から青森に至る路線。2つ目、高崎から中
が先導経由ですでに敷設工事が始まっていた敦賀長浜間の路線に達する路線、つまり東京と京都を中山道経由で結ぶ路線。3つ目、中山道の道中から北越新潟を経て宇州日本海側東北に達する路線。4つ目、豊前門司から小倉を経て長崎に至る路線と、その道中から分岐する熊本へ向かう路線。岩倉はこの会社だけで日本全土に鉄道を敷くことを考えていました。その野望からかこの会社の名は日本鉄道と命名されました。当チャンネルではニコニコ及び YouTube にて車載動画や交通に関する解説動画を週1から2本をめどにアップロードしていく予定です。フォローやチャンネル登録をしていただけると通知が来て便利ですし、私が喜ぶのでぜひともよろしくお願いします。